にちは、和傘母さんの川口郁美です。今日は和傘納品に来てくださった傘日和の川美子さんにも登場していただきます。こんにちは、川井です。よろしくお願いします。はい、今回は雨傘5本ですね、はいはい、早速こちら私はすごい大好きな傘なんですが、はい、これあの三日月という河合さんオリジナルですよね、はい、の貼り方なんですが、いつもはあの無地にこのまた三日月の色で同じ色で作っていることが多かったんですが、今回はこの見えますかね、縁のところが同じ無地ではなくて柄で3色切り替えてあるの、大変豪華で、はい、贅沢な、はい、華やかな傘になっていますね、はい、本当にあの黄色って結構珍しいですよね。そうですね、あまり作られてるところは多くなりますね、はい、でもまあ洋傘も黄色っていうとなんか小学生の傘みたいな感じですごく目立つわけですけど、はい、この和傘も本当黄色がぷわっとこう明るくなって顔色もねよく映るんじゃないかなと、はい、写真映えもするんじゃないかなっていう傘ですね、はい、こちらはどういった意図で今回分けられたんでしょう。まず春、まず春なので明るい和傘が作りたいというのと、春らしい感じ、あとはあの明るい気持ちになるあの和傘が作りたいなと思って、あとはあのちょっと新しいことに挑戦しようと思ってこの端に柄を取り入れました。この柄はあのつきゃっこでもとても人気だったので、あのこの組み合わせならいいんじゃないかと思ってあの作ってみたら、あの制作の前の想像以上に結構あの明るいというか楽しいあの和傘になったと思います。はい、本当にこの和紙だけ見た時はね、そんななんかもうちょっとベージュっぽい感じでしたよね、はい、これを油引くことによってまた隣り合う色によってね、はい、こんなになんか華やかな和紙になるんだなっていう、はい、また色の組み合わせの楽しさも思いますね。あの透けた光がすごい明るいので雨の日もとてもあの楽しくあの使っていただけるんじゃないかなと思います。はい、でこちら持ち手が黒チェックです、はい、そうですね、あの普段は黒いあの木の棒を使ったりするんですけれども、あの黒チクで、あと多少ちょっと軽く仕上がってます。はい、若干こう軽く感じますね、はい、で、はじきが木ですので開けた時のすごいいい音が特徴です。こだわる方はね、はい、はじきがいいっておっしゃってますけど、はい、はい、とてもいい音がします。では2本目、はい、ではこちら同じく、はい、三日月ですね。こちらのベーシックな三日月で無地を組み合わせています。この水色もとてもあの好評いただいているので、女性でも男性でもあの例えばご家族でこうシェアして使っていただいたりとかもしてもいいと思います。はい、ご夫婦でね使えるっていうのはすごくいいですよね、はい、こんな感じで、はい、こちら白い和紙の部分は七夕と呼ばれる、そうですね、小さい柄の、はい、カラフルな柄が散りばめられて可愛らしさがありますね、はい、三日月は黒チクで作られることが、ね、そうですね、の方が多いですね。あのご希望であればあの木の棒も選んでいただくことができるんですけど、あのちょっと質感を出したいなというふうに思っているので黒チクで制作しました。はい、はい、3本目、これ月やっこですね、はい、こちらは、ね、2人で相談して名前つけたんですよね。あ、そうですね、のなんていう名前をつけようかといって最初ステンドグラスとか、あとはあの割り氷でしたね、そう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 、和菓子の名前とかもあったんですけど、一応着物の柄でひわれという柄があるというのを知って、ちょうどそれにあの見えるっていうことから、あの氷が割れたひびのように見えるということでひわれという名前で呼んでます。はい、それとラベンダー色の和紙を組み合わせたとても個性的でありながら上品で、はい、かっこいい傘ですね、はい、これまたあの表から見た柄と、はい、こう内側から透かした時で見え方がねまた違うのが、そうですね、面白いところですね。かなりこう光が透けるとふわってこう見える
今回糸かがりの糸もなんかすごくポイントになってますね。はい、いつもなら薄い黄色だったり水色とか同系色でまとめることが多いんですけど、うん、今回はちょっとまあ冒険してたまにはこう色の組み合わせで冒険してみようかなと思ってこういうグリーンを使ってみました。結果いい感じになったと自分では思ってます。はい、はい、すごい可愛らしいお気に入りの傘です。はい、次4本目ですね。はい、こちらも何か付き合う、はい、です。これもまた爽やかで可愛いですね。そうですね、水玉模様なのでとてもなんていうんですかね、可愛らしくもあるんですけど、紺色なのでそんなにこうくどくない甘さ、可愛らしさというか、年齢問わず使っていただけると思います。はい、カルテスみたいな。そうですね、はい。あとなんかこの水玉でもこうランダムに配置されてるのがまたなんかこう、はい、眺めてて楽しいというか、またなんかすごい可愛らしい服もあり爽やかでもあり、またこのブルーの色もね結構鮮やかなブルーなので、そうですね、紺色に一見見えるんですけど光が透けるとすごい青みが出てきてとても綺麗な色なので、すごい私も気に入ってます。そして柄もシンプルなので洋服とかにワンピースとかにさらっと合わせたりとか、ね、本当によ服装問わず使っていただけるかなと思います。はい、男性にも使ってほしいですね。そうですね、スーツとかで合わせてもらったりとかしても、ね、なんかいいかなと思ってます。はい、ぜひ。今回糸かがりの糸もちょっと濃いめの黄色を使ってて、ね、はい、山吹色がちょっと入ってる感じで、ピンクとかグリーンとか何色でも合うと思うので、今後いろいろ糸かがりの色を変えて制作したいなと思ってます。はい、すごいこの小骨の赤との対比がすごい綺麗ですね。はい、ありがとうございます。はい、ラスト5本目ですね。はい、こちらもぜひやってとてもグリーンというかこのウグイス色 の和紙はすごく男性女性とか年齢問わずにすごい綺麗ですねって言ってもらえることが多いんですけど、今回はちょっと新しい色というか今までのウグイスよりもちょっと明るい若草によった色で制作しました。はい、こちらもね外から見ると結構抹茶色っていう感じがするんですけど、ね、はい、光を透かすと、はい、結構黄緑に近い色で、ね、はい、黄色みが強く感じられます。はい、本当に今ちょうど新緑がこういっぱい芽生えてきてる季節ですけど、本当そんなような、はい、みずみずしいですごく綺麗ですね。はい、柄も、はい、この格子もすごい緑とグリーンが組み合わさって、表から見るとちょっと濃いく見えるんですけど、こう内側から見ると明るさが増してとてもこの縁の色とマッチしてるかなと思います。はい、こちらも糸かがりの糸が冒険しましたね。私冒険しました。いつもなら黄色とか同系色のグリーンでまとめるんですけど、なんとなくこう新鮮な感じがします。はい、ラベンダーにしてみました。これもなんかこう楽しめるところの一つですね。はい、そうですね、同じ組み合わせで作っても内側の糸かがりの色を変えたりしているので、今回は何色かなっていうのも楽しんでいただけたらいいなと思います。はい、こんな感じで、はい、また新作5本が揃いましたので、またぜひご覧いただければと思います。こちらも長良川手仕事町屋館さんホームページのオンラインショップでご購入いただくことができます。ぜひご覧ください。